女子会ぜはい、謎解き脱出ゲームやって、はい、スーパー RPG ゲームやって、はい、そして最後の締め本日だから、常識クイズです。はい、まあ一度挑戦してですね、クリアしてないんですよ、10問連続。あれしてないんだっけ。してない、はい、最後の問題を間違えたんです。そう、あの人がぶっ潰れて、あなたたちが間違えたんです。そう、今日はね、静岡の聖獣こと聖獣聖獣、そう、聖の獣と書いて東京来るわけじゃないですか。そうですね、まあ一泊することだったでしょ。 それをこう踏まえて4です。さすがっすね。常識クイズ私が出します。その常識クイズも、まあ、インターネットでね転がってるもの、つまり一般常識とされる常識クイズとか一問一答とか、そういうサイトから抜粋をして、なおかつ私がこれだったらあなたたちで分かりそうだなというものをチョイスして出題しました。で、間違えたら、一人でも間違えたら、ショット一杯っていうルールでやったんですけど、もう死人が出るんで、あれやると。三人とも不正解だったら、ショット。なるほど。誰か一人でも、正解を導き出せていたら、それはちょっと、まあ、免罪符取りとか、ボーナスを上げてもいいんじゃないかということで、お酒じゃない。大好きやけど。二人とも好きな。初めて見た。だ、三人間違えたら、全員ショット。まあ、ヨシは、まあ、お酒飲めないんで、ニンニクか、わさびか、からし。か、デスソース。はい、か、デスソース。もう、くっせんだ、俺、息が。これ。自分でわかる。これ。で、あなたたちはこれです。はい、そう。はい。で、誰か一人でも正解してたら、まあ、これで許されます。はい。3人。3人、3人。協力プレイ。協力プレイ。2人の。はい。協力です。お腹減ったって騒ぎ散らかしてたんで、あなたとさっきね、ちょっとね、何も食べてない、はい、なんなら食いたい1個、うん、でしょ。あ、いい、食べる、いい、これじゃあ1個食べたら、はいはい、どうぞ。あなたたちも食べますか。いらない、食べようかな。はい、どうぞ。はい、開幕のチーズ、うめえよこれは本当に。しかもちゃんと雪印の、あ、ちゃんとした美味しいやつだ、はい、用意してきました。あ、うまっ、最高。復活した。あ、うめえ。あとホットコーヒーとかもコーヒーメーカー買ったんで。やばい、もうカフェじゃん。飲みますか。カフェだ。あー、疲れた。うん、本当にうまいこれ。皆さん、持ちましたか。はい、終わりと、どうぞ。はい、行きますよ、じゃあ。はい、10問連続正解するまで終われませんなので、はい、いいでしょう。な、もしくは誰かが死んだ、もしくは、ロッピーチーズがなくなった、お酒のボトルがなくなった、その時が終わりです、このクイズの。わかりました。あの、私も正解させに行きますから。はい、わかりました。はい、もちろん、あくまで本当全員協力体制、はい、やってよ、担当君たち。俺酔ってないから絶対に正解を出す。そう。あなたが間違えたらもう、それはもうただのバカですからね。いきます。はい、はい、茶碗蒸しとかに、うん、よく銀杏って入ってますよね。銀杏って何の植物の実ですか。はい、 OK でーす。はい、 OK でーす。これは常識です。任してください。いや、あの人見てください。おい、嘘っすかね。そういうレベル。マジっすか。そういうレベル。嘘っすかね。マジで。本当かよ。こういうレベル。嘘だろ。ヒント欲しい場合はちょっと一杯飲んでください。いや、一個だけある、一個だけある。うん。ああ、思ってんのか。そうそうそう。まあ、こっちは正解してるだろうから。これで間違ってる。まあ、ショットではないんじゃない、うん、今回は、うん。いいですか、じゃあ。はい。大丈夫です。せーの、ドン、イチョウ、イチョウ、イチョウ。はい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 。おぶが、よう来たな、俺。すごいんだわ、窮地に追い込まれたら。当てれるんだもん、少しから。第2問目。だから10問で終わるのパターンもあるから、ね。そうそうそう、終わらせ。ほんと、一個も食べずに。そうよ。あるあるある。いらないな。ほんと、お土産として持ってくるだけだと。中国にある都市、香港、1997年に、とある国から地方に返還されました。まだ。どこから返還されましたか。さ、バカなのこういうのだけ、マジで。あ、でも、この時点で、だショットはない。から、そうね。で、考えましょう。バカなの、で、考えましょう。香港、香港でしょ。でも、あまりにもバカすぎる回答返ってきたら、
ピンポイントショットあるよ。ピンポイントショットじゃん。自陣判断の。はい。ただ、キングルームみたいなわけわからんこと起きたら。なんか、わからない。例えば今の問題、ただ、日本とか言い出したら、わからんけど。はってなるじゃん。もう、頼むよ、バカが、マジで。どんだけ、バカ。これはまずいよね、わかんなかった。本当にまずいよ。世界を知らないの？何年生まれ ?96 です、僕。92。うん。91。うん。のニートが分かってんだ。そうだよ。俺は一切ニュースを見てないんだよ、俺。世代の違いじゃないっす。いや、関係ない。ジェネレーションギャップ、関係ない。関係ない。俺一切だもん。いや、でも、ここだよ。マジで。いや、だから、公用語はね、その国の言葉だもんね。そうです。そうです。え？でも書きました？僕は書きました。いきます。よしから行こう。せーの。イギリス。はい。モンゴル。はい。イギリス。イギリスです。モンゴルはちょっと、モンゴルはちょっと、あなたはショットです。いやいやいや、ヨシとニートは 6PT です。いやもう頼むよマジで。まあチーズはまだ食べたいまであるでしょって。うん、まだ食える。イギリス、あー面白いね。まるよ、バカのため温めやつね、犠牲ならんといかんだよ。いやー、はい、じゃあまた第1問からです。ショットは海軍カレーって聞いたことあります？聞いたことはあります。海軍カレーは、何のために食べてましたか？しょった。何のために？おいおいおい、頼みますよ。頼みますよ。じゃ、でも、わかる。ヒントはやめてくださいよ、ヒントは。わかる、わかりますこれ。普通に考えたら。はい。何のために？決まった日に。それ何のために食べていたか。あ、なんか、あ、うん。決まった日に食べるっていうのはなんか聞いたことあるけど、なんで食べるかは知らんな。なんわからない顔してる。海軍ってことは、うん、どこにいるんですか？うん。はい。あ、でもそこれって俺チーズ食ったらヒント出せます？いやいや、あなたはデスソースです。デスソース食べてください。俺デスソースで4日間下痢止まんなかったんだよ、こっちで。あ、どっちだろう。ちなみにヨシも V と似た感じで、体強い。いや、こんだけ楽しいことがあると涙流して喜ぶタイプ。これ1問目に設定してるってことは、もう知ってて当たり前です。もう本当にこれは。もう、銀杏が胃腸と同レベル。それがむずいね、俺の中では。聞いたことあるはずっすよ、でも。いや、あると思う。これは。なかったら本当に何も考えてないで、こいつこの年齢まで生きてきたんだなって感じです。もう自信全くない。じゃあ、2位とかで行こうか。すいません、もちろん。はい。海の日を祝う。あー、なるほどね。まあ、事故がなかった。あ、お祝い事ってことね。はい、よしくん。曜日感覚を忘れない。そうです。あ、待って、聞いたことある。毎週金曜日にカレーを食べて、曜日感覚を養うために、金曜日にカレーが出てきた、あ、今日は金曜日なんだなっていうのを、あ、聞いたことあるわ。再確認するためです。うわ、俺は、ちょっと、ショットです。そうなんだ。これ許されません。え、マジで？なぜ1問目に私がこれを設定してるかっていうのも含めて、こんなショットです。ごめんなさい、何も言うとんでもない。せーの、6Pじゃないんだ、6Pじゃないんだ。ダメらしいっす。ありがとう。じゃあ分かった、これも前回も取材しました。え、待って、俺も見てるぞ。そじゃあオーストラリアの先住民族は、はい、オッケー、もうやれよ。任してくださいよ。ほんまに俺は予習してきてるんだ、ちゃんと。でもこれは V も成長してるってことですね。そうだね。そう、ヨシはちなみに知ってた？あの、はい、いいですか、せーのと、アボリジニ、アボリジニ、アボリジニ。よし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 、これはもう2本のおかげや。嬉しい、お前ら嬉しい。成長すればいいわけだからね。そう、その時分かんなくても、さっきの海軍からもそうですけど、1個成長できればそれでいいんですよ。これは分かんなかったらちょっと悲しいなって気はするんですけど、皆さん食べますよね。何を？たらことか明太子とか。はい、何の魚の卵ですか？あなた、博多の人ですよね。あなたはね。知らなくてもよくないっすか？はい。ちょ、誰かってよ。ちょっとショット。せめてね。うん。え、違うの？不安になってきちゃうんだけど。書きました？僕は書きました。何をしたらってます、博多の人は。博多を舐めるなよ。誰か一人でも正解しとこう、ここは。そう。
連帯責任ショット一番きついと思う、うんうん、ピンポイントは自分のせいだけど、あなたのだって港あんなにたくさん港ありますやんか。そうっすね、地元に。うん。いいですか。せーの、ドン。ただただマス全正解。うわまあ、スケトウダラですね。あ、そうなんだ。スケソウダラ、スケソウダラ、もしくはスケトウダラ。タラっていうことしか知らんな。まあいいでしょう、ロッピーチーズで。しょうがない、これは覚えてくださいね。スケトウダラ、スケソウダラ、うん、まあ、あのぷよぷよの足が入ってる魚いるでしょ。あーあーあちょっと重かったなってきた。流星品ですからね。じゃあ簡単なのいきます。はい、はい、電話を発明した人は誰ですか。沈黙って初じゃないですか。これだけ騒がしい賑やかなメンツが揃って沈黙って確かに。ちゃんと考えればわかる。例えば前回出したのは、はい、X 線発明した人誰だった。レントゲン。そう、それも考えたらって。そういるかこんな人。有名っすか。有名じゃない、うんうんうん、あの、もう一回言いますよ、常識クイズです。有名とか有名じゃないとかじゃないんですよ。知ってて当たり前なんです。で、だからじゃんけんで負けた人がショット一杯飲んだ。じゃあヒント出してあげてもいい。まだ1秒もいいですし。じゃあ俺が行きます。おぉ行くので、そっくりわさび。わさび多いなぁ。おいおい、マジかよ、二巻き半行ったね。俺も気持ち悪いんだよな、別にこれで。じゃあ、お願いします、ヒント行きます。気合の入れ方が体育会系なの。まあまあ剣道スーパー上手だからこの人は。剣道だったね。はいはい。あの携帯電話が流行る前に何流行った。ポケベル。はい、はあ、それがヒント。ポケベルってなんかポケットベルですよね、要はね。俺は多分、あ、はい、じゃあそういうことなのかな。俺もほんと直感です。俺もこれ直感ってか、もうじゃあ俺もこれ。はい、いいですか、はい、せーの、ドン。ベル、ベル、ノーベル。おい、あったのに。嘘だろ。何かノーベルってチーズを食べよう。いや、あなたはショットです。正解。いや、ベル、ベル、ベル。いや、ベルが、ほらほらほら。ノーベルは、ノーベルは確かにすごい発明ですけど。ノーベルはダイナマイトね。あ、そうなんだ。一緒じゃない。全然違う。あ、いってらっしゃい。ノーベル。ビルなってる。かすってはいるんですけどね。ちょっとかすってる。ハクハクハク。やばい。ハクハク。マジかマジか。マジか。シャイコもういや、これみんな知ってんのか。でもすごいな。いや、知らない人いません多分。わかんない。てか考えればわかるっていうのはわかるし、ポケットベルまで聞いて、うん、ベルはわかるよ、うん、そっからノーベルや。ポケットさんかベルさんか。確かに確かに。面積が一番小さい都道府県はどこですか。いやあ！やれよ！やれよ、ほんまに。これ1問目でいいよね、別にね。1問目だよ、こんな。頼むよ、ほんとに、もう。頼むよ。せんな。いいが、ノーベルが下がるな、マジで。マジで。お前らヒント得てからやん、こんな。え、ヒント得てもらえない。何言ってんの。せーの、ドン。香川県、沖縄県、東京都、香川県です。バカしかいねえな、お前らしょったやん。バカしかいない。香川一択やろ。一択ですね。もうロッピーチーズ二つなくなってます。いいですか。天の川を英語で言うと何ですか。天の川。はい。天の川。はい。え、これマジわかんない。絶対聞いたことはあると思うんだよ。うん。うわぁ、すげえ悔しい、これ。天の川？はい。あの、渋谷にね、そういう名前のライブハウスもあります。知らない。有名な。渋谷を。まあ、じゃあヒントな。うん。なんとかウェイ。ウェイ？わかった！わかった！オッケーオッケー。わかった！オッケーオッケー。は？待って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 。ウェイ！ウェイ！ウェイをやれたら分かってほしいな。ウェイって陽キャの挨拶くらいしか分かんない。あ、書いた。書きました。南直なのか。書きました。いいですか。せーの、ドン。ミルキーウェイ、ミルキーウェイ、ゲートウェイ。
これはもう一体あなたわさびです高菜わさびわかんねミルキーウェイって言うんだ。いや聞いたことあるんだよ。あるのにあなたがバカなんです。ちょっとサイトを移動して一問一答一般常識クイズ300問というサイトから、出題させていただきます。はい、1問目がとんでもないもんなでした。楽ってことですか。はい、漫画ワンピースでゴムゴムの実を食べたキャラクターといえば誰。フルネーム。はい、えフルネーム。はい、えおい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 せめて主人公は多分誰。いいですか、せーのドン。モンキー D ルフィモンキー D ルフィモンキー D ルフィ。2問目、アメリカ合衆国初の黒人大統領とは誰ですか。黒人大統領は誰ですか。あれやばやべ、ガチでわからん。やべ、嘘だろついこの間じゃないですかいいですか、せーのドン。オバマオバマオバマ。よし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 。はい、太陽は東西南北どこから昇るでしょうか。やれよバカかよ。わかる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 。バカボンズやそれ。わかんなかったこれさすがに擁護できないよ、間違ったらこれはもういやもうこうでしょ多分。はい、せーのドン。東東東よし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 。これ3問ね。よし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 。終わらせよ。はい、関ヶ原の戦いで家康に負けた戦国武将は誰ですか。これ日本史いやーちょっと嘘だろこれは嘘だって本当っすか。日本史これは嘘っすよ。赤点なもんでずっと。いやいや関係ないですこれ。絶対聞いたことあるっす。絶対思い出せる思い出せる。なんといいですか、せーのと石田三成武田信玄石田三成石田三成。やめよちょい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 こいつアホやわ。上杉謙信との戦いですね、それはね。川中しますね。あーもう。V 君は、ショットです。ここマジかー。きつい、きつい。結構今4問 ?3 問 ?4 問今4問目だね。せーの、いってらっしゃい。じゃあもう1問目ですから、簡単なのいきますよ。はい。はい。イノセントワールド、花火、トゥモローネバーノーズなどの曲が有名なバンドグループといえば何ですか。略さなくていいか。まあまあ、まあ分かればいい。もう。はい。せーの、ドン。ミスチル、ミスターチルドネ、ミスチル、オッケー。いきます。2問目。大さじ1杯は小さじ何杯分ですか。やれよやれよ。大さじ1が小さじ何杯分か。そう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 。そうでしょ。さっきから小さじで食ってんのに。そうだね。まあだから、簡単に言うと15杯分とかではないじゃん、絶対に。一桁なんだろうなとは言われそうに想像ついてるんですけど、その一桁の数字も1から9もなるっすからね。いきますよ、せーのドン。333オッケー。次3問目ですね。よしよしよし。国民の三大義務とは何ですか。マジで言ってんの。生きてるだけでええんちゃうの。乗り行こうかな。あ、あだっす。ありがっす。俺もうしんどい。わからんからな。一応3つ書いたけど自信ないから、うん、2個までしかわからん。いいですか、じゃあ。あだっす。まずあなたたちは何をしてんの。今何をしてる。生きてます。生きてる、生きるために何してんの。働いてます。はい、その働いて何を国に納めてんの。税金。はい、はい、そして、うん、子供の頃。そう、子供の頃何をしてきた。そこまではわかる、マジで。せーの、ドン。納税、労働、教育。教育、納税、労働。労働、納税、教育。まあ、いいでしょう。義務教育。教育を受けさせる義務。勤労の義務。勤労納税の義務です。まあ、いいでしょう。まあ、まあ、まあ、いいでしょう。高さ634メートルを誇る塔の名前は、日本にあるね、塔の名前は何ですか。おい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 。せーの、ドン。スカイツリー、スカイツリー、スカイツリー。5問目、
もう行こう、行かし、まあ、もうマジで行こう。我が輩は猫であるの作者誰ですか。あ、待って、どっちだっけ。あ、やべ、え、どっちだっけ。え、待って、どっちだっけ。多分大丈夫だよな。え、どっちだっけ。またあんた中学生に馬鹿にされますよ、本当に。順番で、順番で行く。じゃあ、よしから。夏目漱石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 。何ですか、ダザイみたいな。あー、ダザイ人間失格ね。そっちか。半分いたね。半分いたね。半分いったよ。終わらせ、マジで終わらせよ。日本の10円玉、10円硬貨の表面に書かれている建物の名前は何ですか。まあ、ひらがなでもいいです。簡単だよね。自信ねえ。なんで自信ないの。10円なんてずっと変わってないよ。じゃあ、よしから行くよ。平等院。平等報道。平等報道。まあ、報道書いてないけどな。まあ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 。まあまあまあ。わかるわかるわかる。もちろんわかる。通称でいいですかって聞いたからね。100円硬貨に描かれている花は何ですか。え、なんだっけ。毎日見るでしょ。え、なんとなく2個。頭に出てる。マジでなんとなく。数えきれないほど使ってるものに描かれているものが分からないことあるんですかって話なんだけど。え、俺も正直全然自信ないですよ。どれだ ?2 とかでいくか。はい。アジサイ。アジサイ。聞く。え、俺何だ。桜?桜です。うわぁ、やっぱそっちかぁ。初歩です。そっちかぁ。アジサイって何。だから見た目見た目。集まってたから。あー、見た目。あー、いいよ。あ、何をしてんの。こぼさなかったかった。はい、いってらっしゃい。はい。心臓じゃん。やべえわ。泣きそうな顔してまた。痛いくな。ちょっと見とこう。いやー、全部でさえすげえしゃ。世界で一番国土面積が広い国はどこですか。やれよ。地位強いっすよね。でも2位とでも世界強いっすよね。でも世界地図思い出してシンプルに考えると一丁でかい、うん、だと思うよ、ね、うん、せーの、ドン。ロシア、ロシア、ロシア。オッケー。もう行こう。そっから。その息で、その息でお願いします。それで勢いのまま行こう。サイト変わります。一般常識クイズ一問一答、知らないと恥ずかしい問題を厳選。これからいきます。恥ずかしい。煽ってくるか。はい。邪馬台国の女王は誰ですか。頼むよ。わかるよ。さすがにわかるよ。さすがに。いいですか、はい、せーの、ドン。卑弥呼、卑弥呼、卑弥呼。オッケー。よし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 。次3問目ね。はい。今までに、堂本剛、松本潤、亀梨和也、山田涼介らが演じた有名な漫画を原作としたドラマ、何ですか、はい、やれよ。やれよ。え、どう、マジで。え、でもこれこれその中の2人しか知らないんだよ、やってるの。松本さんと亀梨さん。誰か行く。俺行きます。やれよ。俺でしょ。これ言ったらまあ分かるヒント与えましょう。じゃあ吉井が頑張ってるから。え、俺名言かな。本当に分かんない。早くしろよ。吐くとかではないですね。いや、吐いたんだ、さっき。あ、吐いた。いいですか。じっちゃんの名にかけて。オッケー。やっぱそう。やばってた、ってた。あってた、よかったわ。嘘だろ。うわ、わかるよ、そこ。ま、いや、それ言ったらわかるって。マジで。名言っすよ、名言。だから名探偵コナンで言う犯人はこの中にいるみたいなことだ。そう。ルフィで言う海賊王に俺はなるみたいなことだからね。じっちゃんの何にかけて。これを言わない回はないんですよ。うん、毎回言うんだもん、だって。あなたで言う、これが起点となりです。じっちゃんでなんとなく。じゃあ、いいっすか。はい。
近代少年事件簿、はい、近代少年事件簿、はい、近代少年探偵だ。まあいいでしょ、まあいいでしょ。少年まで行ったまあいいでしょ、サービスな。やぶねー。競泳において個人メドレーの最初に行う泳ぎ方は何ですか。4分の1かなってこれ、そもそも、うん、4分の1にかけて、じっちゃんの何かけて。全員、まあ、ショットはもうほぼないよね、だって4分の1。そっか、みんな違うのどれか知るから、うんうん、いいですか。じゃあせーの、ドン。クロール、クロール、平泳ぎ、バタフライです。え、そっから始まった。クロール最後。バタフライで入ってで、そのまま背泳ぎで帰ってくるでしょ。あー、そうか。で、平泳ぎして自由形ですよ。自由形でクロールをみんな選ぶのか、速いから。そう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 。バタフライぐらいかな。誰か一人バタフライぐらいかけませんか。あっち行く。あっち行こう。多分今の状態であっちきちいよ、絶対これ。はい、せーの、いってらっしゃい。これ全部ついでいいっすか。いいよいいよ。うん、やばーい、やばいわ、これやばって。おい、前ヘルやけど、これやばいわ、今。おめって、おめって言ってる。あ、これやばいわ。で、1問目からいきますよ。M1 グランプリ、初代王者、誰ですか。やれよちょっと、ちょっと待って。見といて、見といて、あいつ。やれよミスターあいつって。ミスターあいつって。初代、いや俺も2代目とか知らないですよ。初代はわかるでしょ。2代目は増田岡田。あ、増田か。だからヒント出してもいいよ、ディート。自分飲んだら死んじゃう、俺。もう死んじゃう、もう今やばい、限界、ずっと限界あるよ。書いてもらっていいっすか、もう早く。勘でいいぜ。こんなんわかんないのおかしいよ。じゃあニートから。中川家。はい、中川家。うわ、サンドイッチマン。あー、だいぶ先行っちゃったか。ちょっと先行ったね、それはね。チーズ。申し訳ない。いやいや、1位ですね。はい。きつい。重い。重いよ。一口目はいいんだけど、二口目がいかない。時々ショットもいってるけど。5個 ?5 個。いや、6個やな。まあ、皆さん、曲がりなりにも、スポーツゲームでね、配信をしているわけですから、スポーツに関してはやっぱ詳しいと思うんですよ。さっき水泳間違ってましたけど。氷上のチェスと言われる、スポーツ、はい。まあまあまあ。考えたら、まあ、冬のオリンピックの競技ですけれども、私、大好きです、この競技。何ですか。氷上のチェス、はい、考えたらわかりません。もう考えて。俺も知らんけど考えたらわかるよ。わかった。はい、せーの、ドン。カーリング、カーリング、カーリング、オッケー。オッケー、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 オッケー。一番絞り、喉越し生、どこの会社から出てますか。ちょっと待ってくれ、ビールはやばいぞ、俺。一番絞りだよ。どんなんだっけ。喉越し生。本来だったら多分CM とかでそのメーカーの名前言って一番絞り。そうだね。まあまあまあ、最悪外しても2問目。あ、ね、まあ V は当たんじゃない、さすがに。え、ビールの名前あげてみなよ。スーパードライ、はい、アサヒ、クリアアサヒ、うん、まあアサヒスーパードライ、うん、キリン、うん、うん、あとはエビス、うん、ああ、あとはモルツは、サントリーモルツ、うん、で一番絞りどこなの。その中で一番絞りっぽいやつ。え、俺もう二つの二択だな。全部言ってみたらいいかもしれない。ああ、メーカー名とね。そう、アサヒ、一番絞り。アサヒ、アサヒ、うん。そのイメージが強いから。キリン、キリン、一番絞り。エビス、一番絞り。エビスなんかちょっと違うな、絶対。じゃあ、プレミアムモルツはどこなの。え、プレモル、プレモルは、サントリー。言ってみな。あ、アサヒ、アサヒ、プレミアムモルツ。はい、キリン、プレミアムモルツ、はい、エビス、プレミアムモルツ、サントリー、プレミアムモルツ。え、君たちって本当にバカなんだね。君たちって本当に何も考えないで生きてんだね。え、自信なくなってきた。黒ラベルは札幌、うん、プレミアムモルツはサントリー、札
あ、サントリー？プレミアムのやつ？スーパードライは？朝日。一番搾りは？ああ、そういうこと？いやでも何種類も出してるからね、うん、同じ会社がいろんなビールを。確かに。例えば最近だったらマルエフとかさ。うん。マルエフ。そう。マルエフ。早くしろよ。え、わかんねえ。せーの、ドン！キリン、キリン、キリン、オゲーオゲーどう考えたってキリン一番絞りでしょ。そう。なんとなく。なんとなく。そうなんだ。これは分かってほしいけどな。スペインのものも有名なんですけど、日本にもあって、まあ、三陸海岸ですね、日本だと。複雑な形状のね、ギザギザギザっていう。何海岸ですか？やれよほんまにやれよこれは、これはわかるわかる。ほんとにやってほしい。これが何のためとかじゃないから、でも名前は絶対に知ってる。絶対知ってる。あ、でもこれ、タップですよ。タップだ。書き回しました。いける？なんとなく、もうこれ以外ないですよ、海岸。これ、いいですか？はい。せーの、ドン！リアス式、リアス、リアス式、オッケーまあまあでもリアス海岸とも言わなくはない。そうだよ。うん。まだギザギザだから天然のまあ港というか、はい、その代わり津波に弱いんですよ。ああ。バーって来た時に集中しちゃうから。オッケー。よし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 。4問目。はい。自転車漕ぐ足を置く場所は何て言います？ペダルですね。はい。じゃあケツを置く場所。はい。はい。何ですか？サドル。言うなよ。なんでそういう感じかと思った。なんだ。そう今稼ぎたいのサドル行けた。よしよし。今だった。今行けました。まあまあ違う問題違う問題言います。はい。皆さん人生ゲームやったことあります？はい。まあ。人生ゲームってこうルーレット回しますよね。そのルーレットの目を全部足すといくつになりますか？一緒だろ。バカでも俺もう書いたわ。マジで言ってる？一瞬だよ。まず分からない、その人生ゲームのルーレットを。教えられんけど、それは。あ、もう食べた。これは、あれでしょ、デスソースでしょ。ヒント？人生ゲームのルーレットっていうのは、1から10です。それ全部足したらいくつですかっていう話。めちゃくちゃ簡単ですよ、もう。いや、なんか、いや、もう、必死に計算するのやめろよ。違う違う。え、4問目ですよね。4問目だから。あ、違う。え？3、4。はい。大丈夫か？はい、多分。OK ね。いくよ、じゃあ。せーのと55555555OK あんだ計算方法がそういうのが1足す1だ1と10足したら11じゃん、うん、2と9足しても11じゃん、はあそれ5かけられるそうすごい俺なんて枝ですよあ一緒一緒これもいけるかな、いきますよ、はい、ナスあ終わった三角丸底などの種類がある。化学実験で溶液などを入れるガラス器具のことを何と言いますか？はい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 あ、ひらがな、もうどっちもいいか、それは。いや、まあ、ひらがながいいんじゃないですか。そうそう危なくない？あなた、お笑い好きを自称してんだから。自称してないです。はい。せーの、ドン！クリームシチオゲーイ！よし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 。次、7問目です。え、もう行ったんじゃん？行ったんじゃん？よしよし、行こう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 ！生類憐れみの霊を定めた、特に犬を大事にしたことから犬将軍などと呼ばれる江戸幕府5代目の将軍は誰ですか？あ、ちょ待って。うわ、どっね、あーどっちだちょっと待ってあいつ嘘だよ、名字わかりますね、まず名字やうん、うん、その後っすよね、でもその後の勝負です、2人いる、これもったいなくない、これまず常識だし、ごめんだけど、うん、だって生類憐れみの霊は絶対聞いたことあるでしょって、
犬将軍も聞いたことあるでしょ。うん、あるなぁ。はい。ヒント？年号だけなんとなく覚えてるんだけど。誰か、わさび食べますか？俺でもこれ自信ねえんだよ。だから何だったら。わさびくん。マジで？いや、俺も二択で悩んでるから、まあ、ヒントの角度によっては多分当てられる。なるほどね。うん。じゃあいいですか？なんだかんだ匂いある。徳川、つ！よし！オッケー。たぶん。多分これだ。嫌いなのですよね。はい。はい。せーの、ドン！つねし、つねし、つねしー！あー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 わさび死んだ！ありがとう、わさび！やばい！あと3問です。いや、もうここしかない。いきますよ。2、3、5。あ、もうだ。7。はい。は？11。は？可能？13。などのように。いいですか？などのように。はい。1とその数自身しか約数を持たない数のことを何と言いますか？やれよいけよこいつは見て、こいつは見て、ま、かけたけどいや、かけたけど、でもこれじゃないのかもしれないって思う。だとしたらヒントを俺が出すのか。いや、出しようがないぞ、このヒントは。え、自信ないっすか？自信ない。え、これもう、俺もこれ以外は。これ8問目でしょ。え、どっち？ちょっと待って。どっちって何？出てきちゃった。もう一個なんか。でもこ、いや、これでしょ。え、行くのか、ヒントなのか。あ、安全に行った方が絶対いいよな、これ。でも常識でしょ？飲む。常識。飲みましょうか？本当にきついなら。うん、本当、もう、大丈夫。いや、待ってよ。いや、俺が自分で行くんで、自分でヒントを。ああ、ゲーゲー吐いてる人にヒントをもらわないっす。申し訳なすぎて。私、男。待って、こんな優しい人今までいた？うん、デスオースです。8問目いこうば。めちゃくちゃ見てた、こっち今。8問目いこう。こんな思いするとは思わなかったんだろう。デスオースです、8問目いこう、あなたも。デスオース頑張ろう。しんどいならもうそれにかけるもありっちゃあり。え、別にだから V とか2とかデスオース食べてもいいんですよ。デスはちょっとごめんなさい。本当にごめんなさい。酒入った状態でデスやばいよ。ちょっと俺は絶対的な自信あるんで、答えに。もう他の候補がないぐらい。頑張って、いってらっしゃい。助走があるなんか知らんけど、頑張れ。噛んじゃうみたいな。失敗すんの、ね、だから。いや、どっか、すごくない？でもすごいと思うわ。2回目行くのすごい、うん。あの怖さを知ってていけないよ、普通。震えてます。アイスクアイス。アイスあるらしいっすよ。そこから、ここから男梅みたいなって、アイスクアイス。怖っ。暴れる顔みたいになってるけど、顔が顔暴れる顔みたいな、顔がある暴れる君のクワタンの真似してる時みたいになってる。じゃあヒントね。あーすー、もう最大限のあーすー、うん、一文字だよな。そう、一文字だよな。じゃあ大丈夫だ。大丈夫だよな。じゃあ OK だったんだ。じゃあヒントもらう人なかったんだ。消えかかって、まあ、消えかかってます。だってここで間違えるよりは。いいですか、せーの、ドン。素数オッケー！よし！よしよし！よし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 ！よしに、よしにお礼を言ってください。ありがとう！ありがとう！へぇー。パチスロ。恋空。あ、終わった。コードブルー、リーガルハイ、ポッキーの CM。オッケー！はい、その女優さんの出身都道府県をお答えください。はい。なんで？虫がずるい。それがずるい。それがずるい。ずるい。いや、荒垣結衣さんの出身県はどこですかって話です。いや、簡単だって。簡単。でも、県って言ったから、まあそうね、東京とか消えて、大阪、京都消え、北海道消えて、43です。当たんないな。でも、なんとなくはわかるよ、俺は。県ですから。ヒント？行きましょうか。9問目だよ、待って。これ当てたいっす。でも絶対知ってるけどね、普通。そうなんや。
はい、わかんないっす。ちょっと待って。ヒント？あとデスソースなんですよね。はい。あ、無理無理、ごめんなさい。じゃあ無理だ、今の。今の状態じゃ無理だ。ヒントください。男マジ男すぎんか。ゲストにこんな体張らせる動画ある？出発進行ですね。あ、チョコアイスだ。あざっす。バイスさん、ちょっとマシンなのか。バニラとかだったらね。そっか、だいぶ。君だけのヒーローです。そっか、多分合ってる。うわ、そっか。うわー、よくよく考えればそうだね。さすがにそうだよ。来た来た。え、だよね。よし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 。え、だよね。いや、俺もこれで間違ったら申し訳ないけど。いく、せーの、ドン。沖縄県正解。あー、やっぱ合ってた。よかった。よし。多いもんね、確か。そっちの出身の人の名字みたいな。で、いきますよ、最後。うわ、十分。もう、決めましょう。もう、是が非でも。最後の問題は、みんなで相談して、ある答えを導き出してください。そうだった。さすがパパ。寝てました、答え。一番年齢が高い、うわ、出たな。キャラクターを、あ、やってた、これ。指定してください。メモしてね。はい。サザエさん、野原美沙恵、ケンシロウ。はぁ、え、タンタクはやばい。日村ケンシン。え、日村さん、日村ケンシン。ルロケン、ルロケン。あ、ルロケン。でも俺一人だけも確実な年齢知ってるっす。誰ケンシロウ18。あ、じゃあ、え、一番高い人当てる。そう。あ、じゃあもうケンシロウはないで、ヒロシ何歳だったっけ。20。若かった35って言ってた。すごい記憶力ってことで、俺もうあの年齢分かる。35で、ゼニガさんが29で、ただサザエさんが、マスオが20何歳とかだったから、まあ同い年と考えると、1か2が候補だね。で、しかも木村健信さんはどんな感じ。ここがマジで、こいつ時代反対的におかしいのよ、こいつだけ。明治だか大正なんですけど。で、俺こん中で言ったらミサエなんかなっていう感じはするけどね。あれっすよね。でも人切り抜刀斎でさ、そう、一回名を馳せて、で、まあ、隠居みたいなもんや、今のあの状態って。あ、まあやっぱむずいよね。でもケンシロウ18したのは相当でかいんじゃない。そう、なんか知らなくて、30とか40かと思って。こんなに若いのと思って。ラオウゼだって20。あ、とそうだよね。その木村健さん若いんちゃいますか、そしたら。でも薫が好きになってるんですよね。そっか。ってことは、まあ、年上。上は好きになったの？ん？薫っていうのは、そういうキャラ。ルロケンは、その、人斬り抜刀斎って言って、剣士として、その、人殺しとして名を馳せてたんですけど、人斬りやめて、で、放浪してたんですけど、とある道場のところに来て、で、そこから物語始まってるんですけど、その道場の継いでるのが、薫っていう人で、うんうん、若いんですよ。で、その人と恋仲みたいになってくるんですよ。うんうん、で、後々、こう、人斬り抜刀斎だったっていうのを気づいて。で、そこからこう、過去の自分との、この、対峙しちゃってくる。23ぐらいちゃいます？知らんけど。その人斬り抜刀斎自体がどのくらいあったかっていう。そう。あと、獅子雄のこととか何歳なんだろう。斎藤はじめとかね。はい。確かに。人斬り抜刀斎の時の絵は描かれてる？その漫画で。例えば、顔が若すぎるとか、なんか、絵柄的にでもずっと若いんすよ。佐藤健なのよ、実写が。これは待って。だから4か、え、佐藤とミサエどっち？俺はミサエかなって思って。それは信じよう。だからもう2か4っすよ、そしたら。剣心かミサエか。剣心は、は？どうするこれで50代とかだったら、剣心。あれ、剣心、かな、香りより年上だったら多分、27とかじゃね？ってなる。いや、ミサエ。え、だってヒロシが35でしょ。ミサイは全然30から35ぐらいって考えてるんだよね。考えていいよね。で、マスオさんがサザエ、マスオさんとサザエさんが
同い？同いなのか、サザエさんが上なのか下なのか、ここがすげえマジで不詳。なんとなく、引っ掛けな気もするけど。ね、剣心引っ掛けな気もするよね。で、ミサエ。うん、ミサエだと思うけど。今日割とあなたたち冴えてるから、これのね。この時割と冴えてたやん。あの時の、自分たちに戻ってよ。謎解いてきたじゃん。今日も3本目の動画よ。前後編とかになっても5、6本になってる可能性もあんだから。多数決でまた決めます？とりあえず。俺なんとなく別に直感だから。まあ、全然俺の意見はあんま反映しなくて。え、え、V は誰だと思ってる？ミサエ。よしは？俺もミサエ。あ、じゃあ満場一じゃん。満場一か。剣心引っ掛けパターンある気がする。サザエ。剣心言ってるかって言われたら剣心言ってなさそうっすよね、でも。劇中で斎藤はじめのことなんて呼んだりします？例えば師匠のこととか。でも、カオルさんって言ってますよね。さん付けじゃなかったっけ？カオル殿。殿か。わかんねえ。確か。わかんねえ、殿じゃ。カオル殿。でも確か20後半だったと思う。その感じでいくと27とかじゃない？ミサエって年の差じゃないよね、その、ヒロシは。いや、そこがわかんないよ。ヒロシ35って言ってましたもんね、うん、確か。まあ、クレヨンしんちゃんに関しては、しんのすけくんがミサエをよくいじるから、そう、年齢もいじってるから、ちゃんと。そっか。何回も。ってことは30オーバーな気がする。ミサエだな。ミサエでいこう。ミサエでいきましょう。これファイナルアンサーこれダメだったら、しょうがない。ファイナルアンサーないわ。ファイナルアンサーはい。はい。じゃあもう一回言いますよ。はい。一番年齢が高い人を指定してください。はい。サザエさん。はい。野原みさえさん。はい。ケンシロウさん。はい。日村ケンシンさん。はい。答えは誰ですか？せーの。みさえ。サザエ。どっち？ケンシン？何時今？もう5時です。5時か。正解！やった！やった！めっちゃ嬉しい！やった！終わった？ミサイ29歳。あ、30いってないんだ。サザエさん24歳。ケンシロウ18歳、日村ケンシ28歳です。あ、ギリギリ！ギリギリ！焼肉行きましょうか。ねえ、やったー！ボーナス問題ー！はい。これに正解したら、高級焼肉です。なるほど。失敗したら、君たちにふさわしい安い焼肉です。次のうち、一番最高視聴率が高かったものを一つ指定して答えてください。はい、丸1、クレヨンしんちゃん。クレシン。丸2、ドラゴンボール Z。丸3、悠々白書。丸4、名探偵コナン。映画の上映とかはなし。普通のアニメ本編の。テレビ放映のみ。の最高視聴率。最高視聴率を叩き出した。はい。クレシン、誘惑、ドラゼット、ドラゴン、ドラコナン。え、これ相談？相談。あ、なるほど。でもクレヨンしんちゃんって感じないっすよね。なんか映画はすごいね、やっぱり。そうですね。泣くっていうか、うん、泣くって。なぁ、クレヨンじゃないな。うん、映画はすごいと思うけど。そうで、コナンは両方見るじゃないですか。幽遊白書は女の子見ない。幽白も多分見ないと思うんですね。どっちかっていうと、ハンターハンターだったら見るみたいな確かに感じだと思うんですね。で、2か4じゃないですか？ドラゴンボールか。コナン。コナン。コナンは、でも年齢層広そうだしな。ね、映画でもさ、なんか、すごいですよね、そう出てきたキャラ。この世であなたの愛を手に。全然知らない。嘘それは何の曲？コナン。コナンの一番最初のオープニング。なんとなくドラゴンボール気もするけど。あと、時間帯じゃない？あ、コナンなんか、俺は月曜日にやってるイメージだ。え？月曜の夜。コナンが？うん。日曜じゃなかった？いや、俺変わってるっすよね、確か。変わってて、俺がイメージやったのは月曜の夜だった。俺がイメージは土日のどっちかの夕方。あ、そうなんだ。ドラゴンボールじゃないか、でも。でも、ドラゴンボールっていっぱいシリーズあるじゃん。うん。Z、俺あんまり正直見たことがなくて。あの、尻尾生えてる。ああ、普通のドラゴンボールの時だけ。Z って何が出てくる？ Z はね、ラディッツぐらいかな。ライツさんにベジータあたりってこと？そう。直前、ベジータの直前。サイヤ人が地球に降り立ってきた。あ、じゃあ、おもろそう。ピッコロ大魔王と戦うところまでがドラゴンボールか。うん。あの、闘技場みたいなところで。ああ。いや、似た気がするけどなぁ。いや、ドラゴンボールじゃねえ。なんか、コナン、言うてる。食いたくなるの、ジョジョ園。ジョジョ園！
映画すごいけど、アニメどうなん？テレビ、そうですね、テレビって。でもさ、見たことないのはどれなの？ニートが。まあ、悠々は世代も違うってのもあるけど。ドラゴンボール Z 見てないでしょ？ Z は見てない。なんか。GT とか見たことあるかもしれないけど。なんかね、小学生の時、日曜の朝ぐらいに、土曜日の朝。あ、やってた、やってた。だんだん心惹かれて。クーの世代でしょ、だから。GT で。かな、うん、あれは漫画じゃないからも。あれアニメオリジナルストーリーだから。へぇー。コナンは、ずっとやってる。ずっとやってる。クレヨンしんちゃんも。確かに。いつピーク来たか分かんないなって。だからこそ、そんなに、ね。あ、なるほど、こう。熱狂しない。こう、平均的に高いね。しかも、だってあれ、基本1話で終わらん。あれって。1話関係。まあ、多くて2話とか3話とかね。だからこそ、なんか、毎回、あ、次気になるっていうのはならない。なんかもう、結構コナンが好きで見てる人しかいないと思うから。飛ばしていいんだ。見なくていいから。そう、見なくていい回もあるかもしれないから。なるほどね。エウレカセブンのサッカー界みたいな、そういうことね。見なくていい。別に、ストーリー関係ないだみたいな、そういうこと。もう一回言いますね。はい。一番最高視聴率が高かった番組。はい。1、クレヨンしんちゃん。2、ドラゴンボール Z。3、悠々白書。4、名探偵コナン。2だな。2、ドラゴンボール。2だと思う。2で。はい。はい、まずコナンの最高視聴率。23.4%。結構高い。アニメにしたらめちゃくちゃ高い。悠々白書。24.7%。嘘、えぇ、ー、あ、やばいか。予約上行くのコナンのドラゴンボール Z。え、マジここで ?27.5%。うわぁ待って、クレヨンしんちゃん何クレヨンしんちゃん。27.7%。クレヨンしんちゃんが一番高いでーあなたたちは、安い焼肉ですうわぁクレヨンしんちゃん。え、何パーセント差 ?0.2? はぁすごいんだ、しんちゃんって偉大だわ。そうまあ、子供から大人まで見るからな、やっぱな。惜しかった。まあまあ、でも10問。だから、まあまあ、まあ、今日はだって、アブさん、まあ、コカレロ、2つの動画で使いましたけど、半分でね、収まりましたから。まあ、チーズの効力もありましたけど。チーズの効力だいぶ高かったっすね。チーズ素晴らしい。また今度次のゲスト来た時なんかは、まあ、意思統一、テストとかね、やりたいですね。焼肉行きましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。